にちは、 XBOX 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2024年3月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと3月31日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。ふわり悪魔のサマーキャンプ、3月20日からゲームパスに対応します。プレイヤーの選択によって様々に分岐していく物語を楽しむことができるホラーアドベンチャーゲーム。本作はまるで映画のような作りとなっていて、若者たちの恐怖の一夜を体験することができます。またオンラインでのプレイも可能で、最大7人のフレンドと力を合わせ全員の総意でストーリーを進めていくことが可能な他にも、各プレイヤーがそれぞれ違うキャラクターを担当してその行動を決定するパーティータイプの協力プレイも搭載しています。イビルウエスト、3月21日からゲームパスに対応します。ヴァンパイアハンターとしてアメリカ西部を舞台に怪物と戦っていく三人称視点のアクションゲーム。西部劇とオカルトを混ぜたようなタイトルとなる今作では、3人で激しいスタイリッシュな戦闘を楽しむことができるとのことです。またオンライン協力プレイにも対応しています。今作の XBOX 版は日本では未発売となっているため、海外のみでの配信となると思われますが、日本語には対応しています。ホットウィールアンリーシュド2、3月28日からゲームパスに対応します。昨年10月に発売されたばかりのシリーズ最新作ですね。家の裏庭や村のミニゴルフコースなど、様々なロケーションをコースとして走ることが可能なミニカーを運転するアーケードレースゲーム。実際に販売されているスポーツカーやバイク、バギーなどのミニカーが130種類以上登場し、ドリフトとブーストを駆使してスピード感のあるレースを楽しむことができます。ディアブロ4、3月28日からゲームパスに対応します。2023年6月に発売されたハクスル RPG の金字塔、ディアブロシリーズの最新作がいよいよゲームパスに登場となります。止めどなく襲いかかってくる悪魔たちを相手に、様々なスキルや武器を駆使して戦い、ダンジョンやフィールドの探索を楽しむ見下ろし視点型のアクション RPG です。多様な成長要素や無限と言えるようなやり込み要素、強力なアイテムの探索、そして直感的な戦闘が特徴となっていて、メインとなるキャンペーンモードは一人もしくはフレンドと一緒にプレイが可能。ダークな世界観や壮大なストーリーを楽しむことができます。戦闘面ではレベルが上がるごとに少しずつ攻撃やスキルなどできることが増えていく作りとなっていて、シリーズ初体験の方でもとっつきやすく、遠距離攻撃と近距離攻撃を駆使して群がる大量の敵をなぎ倒していく爽快感と、宝箱や敵からのドロップ品からレアな報酬が手に入る気持ちよさが魅力の作品となっています。またフィールドを探索しているとランダムイベントが発生し、貴重な装備品を入手するような機会もあって、新鮮なプレイを楽しむことができます。さらに全機種間でのクロスプレイとクロスプログレッションにも対応しています。日本語吹き替えにも対応していて、導入からすごく遊びやすい作りとなっていますので、未プレイの方はぜひ触ってみてはいかがでしょうか。オープンロードズ、3月28日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。一人称視点の美しい環境表現と手書きのアニメキャラクターを組み合わせた画期的なアートスタイルで作られた母と娘のロードトリップアドベンチャーゲームです。気の向くままにラジオをいじって車を走らせ、母がかつて捨ててきた過去を見出す旅を楽しめる内容となっているとのことです。アークサバイバルアセンデッド、1月1日からゲームパスに対応します。昨年11月に発売されたばかりの最新作が早くもゲームパスに登場します。アークの1作目をアンリアルエンジン5でリメイクしたタイトルの今作では、グラフィックやゲームプレイが大幅に改善されていて、リアルになった生物の動きやユーザーインターフェースの改善により、最新技術で新たに生まれ変わったアークの世界を楽しむことができます。スーパーホットマインドコントロールデリート、1月2日からゲームパスに対応します。自分自身が動いている時にのみ時間が経過する FPS ゲーム。敵はあらゆる方向から押し寄せてきますが、行動しなければ敵も動くことはないので、冷静に全体を見渡してどう動くかを判断し、
敵の攻撃をスローモーションで避けつつ倒していく。うまく動けると非常に爽快感がある作品で、クリアまでのボリュームもコンパクトで、サクッと気持ちよく遊べる名作です。また事前に追加の告知がなかったタイトルですが、 NBA2K24 が3月11日からゲームパスにサプライズ追加されています。2023年9月の発売から半年にして早くも対応した形となります。本格派なアクションを楽しめるマイキャリアや、自由なカスタマイズを行えるマイプレイヤー、夢のラインナップを構築できるマイチームなどを搭載していて、お気に入りのチームを使って洗練されたグラフィックでスピーディーなゲームプレイを体験することができるとのことです。本作は日本語にも対応しています。デッドアイランド2も事前の告知がないサプライズ追加でしたし、最近サプライズ追加が連続していますね。ここからは3月31日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。インフィニットギターズ、追加からちょうど1年で外れます。ロックな音楽で敵を倒す、アニメ風のグラフィックで作られたリズム RPG です。単性の戦闘システムとアクション、リズムゲームの要素を融合している本作の舞台は、戦争によって崩壊した世界となっていて、エレキギターを武器に仲間たちとパーティーを組み、ギターをチューニングして強大なロボットと戦っていきます。本作に関しては私自身まだ途中までしか遊べていないので、そこまでの感想となり大変申し訳ないのですが、様々な要素を盛り込んだシステムが画期的で、音楽も良く序盤は楽しくプレイできましたが、私が遊んだ範囲内では戦闘面やフィールド探索などは基本的に同じことの繰り返しのようなゲームデザインで、遊んでいくうちにゲーム全体としてやや単調にも感じてしまいました。MLB The Show 23、 こちらも追加からちょうど1年で外れます。有名選手たち、有名ライバルチームたちを起用した史上最高にリアルな野球を楽しめるシリーズの前年度版となります。最新作の24が3月19日に発売され、発売日初日からゲームパスに対応しています。ホットウィールアンリーシドゲームオブザイヤーエディション、追加から1年2ヶ月で外れる形となります。ミニカーを操作しアーケードレースを楽しむことができる作品です。一人用のメインモードはレース、タイムアタックなど指定のステージをクリアしてマップを進んでいき、ボスステージのクリアを目指す内容となっていて、ワンステージ1分から6分ほどの気楽さと豊富なコースの種類で遊びやすいタイトルだと私は感じました。ステージギミックは多彩に用意されていますが、特にアイテムなどはなく、ブーストゲージによるダッシュがあるだけの簡単なシステムで、ストイックめなゲームとなっています。なかなか CPU が手強いステージがあったり、実現条件を達成しないと進めないシークレットステージがあったりと、ただ走らせるだけではない楽しさもありましたが、全体的にやや地味な作りでもあるかなとも感じました。私はクリアまで10時間でした。そして3月15日にゲームパスから外れるとアナウンスされていた二の国白き聖杯の女王リマスタードのゲームパス対応期間が延長され、外れずに引き続きゲームパスで遊ぶことが可能となっています。ジブリの世界観を限りなく再現したようなビジュアルと個性的なキャラクターたちとで描かれる王道ファンタジー RPG でレベル5が開発を手掛けています。ちなみにゲームパスから外れることが発表された後に期間延長されるケースは過去にも荒神2でありましたが、かなりレアなケースとなります。なお荒神2の時は延長後1年で外れる形となりました。ということで、今回は2024年3月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと、3月31日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も XBOX の最新情報やレビューを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。 Twitter の方も情報発信行っているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。